校は夏に行われる奈良公園の鹿寄せを見に行きました。鹿寄せの場所は奈良公園の飛び火の園地で行われるために、近鉄奈良駅から歩きながら、まず奈良の鹿について学ぶことにしました。春日大社の創建土器、祭神武三日土の御事は鹿島神社から新禄に乗ってやってきたと伝えられています。奈良の鹿は公園に飼育されている動物ではなく、国の天然記念物に指定されている野生動物です。奈良公園に生息している奈良鹿は約1200頭で、寿命は平均20歳ぐらいですが、交通事故で年間90頭余りが死亡しています。鹿の角は毎年生え変わり、三つ股角や四つ股角まで大きくなり、人の危害防止のため秋には鹿の角切り行事が行われます。鹿の食べ物は芝や木の実を食べ、そして鹿の胃は牛のように4つに分かれ、反芻して消化します。公園で売られている鹿せんべいは、米ぬかなどで作られ、鹿のおやつです。それ以外の食べ物は、鹿にとって悪く与えないことです。公園の木の下は見通しが良くなっています。この景観は森の2メートルの高さまで鹿が小枝や葉を食べるためで、鹿接触線ディアーラインと呼ばれています。公園の芝は芝刈りは不要で、費用が助かっています。また鹿の糞は40種類の糞虫の昆虫が食べ、そして微生物やミミズにより分解され、芝の肥料となり、美しい公園となっています。奈良公園の鹿について学びながら、鹿寄せの会場となる飛び火の園地に到着しました。飛び火のは660ヘクタールもある広大な公園で、奈良公園の名勝となっています。鹿寄せは鹿園の完成に合わせて明治25年に始まりました。戦中戦後一時中断しましたが、再開され、明治天皇や昭和天皇も見学されました。鹿寄せは奈良の鹿愛護会の方がフレンチホルンでベートーベン作曲の田園の一節を奏でると、春日の森から数十頭の鹿が続々と集まってきます。鹿寄せは例年冬しか行われませんが、特別に夏にも行われ、朝9時の始まりに大勢の人が見学に訪れます。太热了，太热了，太热了。
都不能没人管。那你们快吃了。哪能吃呢？ホルンの美しい音色に春日の森から駆けてくる風景は奈良の夏の風物詩なのです。